あと、アシュさん、これ、ちびゆちゃん泣いてますもしかして。泣いてます。いい考察。エロちゃん、2回初手を押してくれてるから、もう顔そっか。っていう時に限って押せないち。エロちゃんだったら申し訳ないな。ありがたい。はい。はい、負け。ナイスナイスナイスー。アシューさんがハンバーガー作るの遅かったんで、インポスターだと思います。あーあー、確かに。あのパン裏返ってもたす、あの一番上に一番下焦りすぎ。僕あれ上下あんの知らなくて、そうそうそう、あの本当になんかできなくて、なんだよこのクソゲーってバーンってやってたら、なんか見返したら上下だったっていう。そうそう、パンが一番下が上に来たっていう。料理やらん人ってそういうとこあるね。そうですね、僕魚焼きで魚焼いてて、あのそのまま下に落としてしまってめちゃくちゃ怒られたことがあるんで。できないんですよ料理。はい、できんくらった。はい、できんくらいました。家から家からできん。せっかく買ったマイホームが。ドジッコ自慢だな。私こうか。いや、ドアシミは絶対した方がいいけどな。タスクのドアシミってよりかは、分散の、まず、停電の目的が分散だから、行った方がいいな、やらずに。おか。青。ピンク、白。白、黒。結構直近じゃない？うん。メインに2、武器庫1、エレキ2、あとミーティング1か2は覚えてる。エレキ2は、いや、ミーティング2はないですね。1か1か2、ごめんなさい。はしご登ったのは僕だけだと思う。地下じゃん。うん、で、武器庫は動いてたから下じゃない、絶対。はしご武器庫、最後入りました。一番最後ですね。あれですよね、堤防デッキが分かるんですよね、多分。あ、そうです、そうです。エンジン部分です。エンジンかメインかどっちか。なんか2いた。シャワーからメインに行ったのは僕ですね。シャワーからメイン。メアさんがアーカイブにいたはず。はい、うん、僕は最終リフトでダウンロードして途中で終わってます、ね。ナパイさんどこまで行ってますか。え、先端より先にエンジンにいます。そう。あ、エンジンが。オラフ君は、コミュニケーション直しに来てたんですか。いた。あ、来てた、来てた。ああ、海の近くであれば、どうやろうな。アルマ君は、僕、エレクトリカルで反対側、診察の方行ったっすよね。うん、な、診察っていうか、エレクトリカルの中でずっといて、うん、あ、はいはい、最後までレバー上げ下げしてて、最後らへんにゲンさんが来てくれたって感じで、うん。で、あの、あ、そうか、ゲンさんと見合ってないんだったら無理っすね。そしたら無理だと思う。最後はずっとエレクトリカルにいました。エンジンルームにいるスナパイさんとセンタンさんは、オラフ君とすれ違ってはないって感じ。オラフ君はメインの方には来てないっていう感じで。ね、行動履歴で言うと、コミュサボ直した後に、はい、コックピット3人で入ってる。ああ、なるほど。じゃあそのタイミングでメインの方に行ってる可能性はあるって感じですかね。そうそうそう。先端さんも一緒ってことだよね。はい。そう。はい、コックピットが LG 先端さん、スナパイさんで2人がその後出てたって感じで。そしたら、多分、アーカイブ人間とかも結構怪しいかもしれないね。僕は、初号機もまた覚えてない。僕の話していいですか？はい。僕は、通信室5人ぐらいいたと思うんだよね。いました。で誰よりも早く宿舎前にあの向かったから、まあちょっとそれで見てほしい。僕は、うん、僕のカードは大丈夫です。で、スナパイさん目線僕無理ですよね。で、うん、僕目線スナパイさんはできると思います。ゲンさんちなみにどっちから誰ができる。いやセンター無理だよ、センター無理だよ。僕は無理だけどスナパイさん一応できる位置だと思います。じゃあ積んないの
緑。ちょっと待って、今バイオハザード8やってるかと思って。ビビンタ。ちょっと整理してますね。一応 LG は打てる一人だから、アドミン情報が打てる。大丈夫です、LG さん無理です。コミュで、まず、下方向にオラフ君がいてたんだったら、アドミンに映ってるし、はい、アシュさんとすれ違ってるはず。はい、で、僕とスナバイさんと LG さんがコックピットに向かって、まあ、1個タスクやるぐらいの時間があり、で、そこからコミュエンジンって向かってるんで、オラフ君はもうちょっと先に行けてる可能性も一応あるし、うん、メインで結構早めに殺されてる可能性もあると思います。うん、一応センターに入れとくと、俺がエンジンの配線やってるところにセンター後から重なってきてるよ。あれ？あ、そうなんだ。ゲンさんってエレクトリカルどこから来ました、はい、メインから行ってます。うん、それ見ました。メンヤさんとエロさんが、シャワー室におり、はい、でお二人を残した状態でメイン電気と向かっています。はいはい。僕目線、足湯さんが無理と言えて、足湯さんと一部聞こうってことなんですけど、はい、キッチン、展望デッキあたり、あとセキュリティも含めてかな。で、多分誰もついてなかったんで、足湯さん単独だから無理かなって感じ。はい、まあ、可能性としてはキッチンとセキュリティの間とかはできると思うけど、それよりもアーカイブシャワーとかのエロちゃん、僕、ゲンさんあたりを洗った方がいいと思っていて、ゲンさん最後の目撃情報があるのと、あとメインに2って話でしたよね。多分2です、ごめんなさい。本当の直近の2だったら大丈夫です、ね、正直自信はないです、ごめんなさい。その辺あ、でもエレクトリカル2とメイン2が、こう兼用してついてるんだったら、ゲンさんはそこにはいないです、メインには、はい。エレクトリカルには僕とゲンさんしかいないです。あ、ゲンです、ちょっと気になったのは、はいはい、センターさんが LG さん無理ですって結構開口一番おっしゃったんですけど、はい、LG さん、これも無理、これしてます。オラフさんが誰も見られてないわけじゃないですか。まあ、金庫ってベントリカルに入ってるから、ね、同時に入ってるから無理。まあ、同時に入っても本当に出てもう割とすぐのレポートだから。オラフさんの方が先にアドミを見ていてとかのケースは大丈夫？ないないない、絶対ない、絶対ない。俺が先に入ったら同時に立って。あ、ごめん。エロさん最後どこにいるんだっけ？最後メインです。うん、あとアシュさん、これチビユちゃん泣いてます、もしかして？泣いてます。あ、じゃあいい考察だ。いい考察だね。あ、ごめんなさい、アドミ情報の側で。父親が人殺してる。あー、貨物開いちゃった、間違えた。なんか脳死貨物開き。もう釣っちゃえばいいのに、さっさと。メインの人。あ、ゲンさん違うんだ。ゲンさん、ちょっと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 俺と診察室ですれ違ったのって誰だっけ？メイヤさんとエロちゃん。エロちゃんか。この二人絶対無理。今、はいはいはい、電気室で立ってるゲンさんが倒れてるとこを見た。おお。あ、じゃあちょっと先直近1秒先いたい。コメサボ僕しかいないです、今治ってないです。はい、はい、僕浮いてます。僕向かってます。エレキでなんか何かとすれ違った後に僕は、通路抜けてキッチンに入ったぐらいですよ、ポート今。はいはいはい、うん、確かにエレジーさんもいたから無理じゃないですか。ん、一番最初の方で俺すれ違ってます、ね、左側に行く診察室から左側に行くエレジーさんとすれ違ってます、うん、あ、でもエレジーさんあれだよ、電気の上に行ったよ。電気のスイッチの方に行ってるよ。あ、そうなの、うん、キッチンの前なんで見てない、はい、あ、サパイさんもう一回無理な人挙げてもらっていいですか。エロちゃんとエロちゃん、うん、お、あ、オッケー。僕してればエロちゃんは無理で、はい、LG さんは僕とスナパイさんがとすれ違う前に LG さんと診察室の入り口ですれ違って、僕らは診察室で、はい、LG さんは中に入った時に、その時エレクトリカルにゲンさんはまだ生きていて、うん、LG さんは上の、レバーの勝ちをやりに行ってる方にいるから、はい、多分スナッパイさんがエレキに入るタイミングではまだ LG さんは確実にエレクトリカルにはいるはず。はいはいはい、うん、何秒前ですか。俺生きてるゲンさん見てるエレクトリカルで、レポートその下に立ってるんだったら1秒前とかじゃん、はい、
うん、それじゃあ俺はエレクトリカルにまだいるっていうことですか、宮さん目線で。いや僕目線っていうか普通にエレキに いたと思う。上のスイッチやってないの、エレジーさん、それだけ教えてしょ。僕らとすれ違った後、上にスイッチ上げに行きましたか。今回はゴミ上げ、ゴミ、あの、バイタルのゴミやってそのまま左抜けてるはずです。あ、じゃあエレジーさんインポスターです、これ確実に。あれやってるんだっけ。スイッチ上げに行ってるのを確認確認してるんで。あー、じゃあ普通に記憶が迷路の構造上、迷路の構造上、はい、死体がある場所からスイッチはめちゃくちゃ遠くって、スイッチをやりに行ってその後逃げていったらそこは一本道。あ、じゃあ俺の普通にあのタスク忘れてただけ説もあるんで、一応二浪ある前提でお願いします。まああの全然構わないで、うん、あの俺はタスクを忘れててガバで釣られました、申し訳ありません、クルの皆さん。今の説明に皆さん納得できたって感じですか。全票入ってますけど。うん、ね、というか遺言あどうか、あ、うん、ね、迷路の構造上どういうルートかっていうと、うん、8と9、5と6、はい、5と2の間に壁があるのね。はい、うん、だからスイッチのアスタリスクのところにボタンを押しに行った場合、その後9、6、3、2、1、4、7っていうルートじゃないと通れない一本道になってます。はいはいはい、下、はいはい、下のルートぐるって回らないといけない。はいはいはい、はい、で死体発見は、ね、うん、あ、で死体発見は4の部屋の上、7との境なんですね、うん、はい、うん、なので左に抜けていったエレジーさんが白だった場合、仮にセキュリティやメインもしくはどっかの小部屋に抜けていたとしても犯人を見ていないとおかしいんですよ。そういうことですね。あ、なるほどね。うん、はい、なので、エレジーさんがインポスターで確定です。一応二郎って言ってたし、まあなんか半分自覚みたいなもんだと思ってますし。そうそうそう、それ、あとそのスナパイさんのセルフはないんですか。まあ一応それだけ怖いなっていうのは思う、うん、でも、うん、まあ、一応あるからそれ以外はもうないかなっていうふうには今の話で思ったんですけど、なんか正直話全然分かんなかったけど、一釣りもしてなかったのに一応って言ったらそこが黒いなと思っちゃった。あとは僕はあのその、まあ、タスク忘れてたって言われたらそこまでなんですけど、タスクをやらずにあのストレートに抜けてるって最初にはっきり言ってたから、うん、僕はあの LG さんが上方面、まあ、スイッチの方向で、ゲンさんが下に行くのを最終的に、そうですね、上の方に行っていて、で、U 字になってるから、うん、そこから上から抜けれることができないからっていうことです。できない、そう、絶対できない、はいはいはい、うん、そこでちょっと僕はLG さんだろうなって思ってしまったので入れちゃったけど、1234567891って天気の順番ですよね。そうです、そうです、ね、だから963214。ああ、そういう意味だった、ね、OK、 U 字ね、OK です、 OK、 はい、合ってます、合ってます。ちなみに僕が、診察室からエレクトリックに入った時に生きてるゲンさんと一緒にアスタリスク入って、でゲンさんが僕と一緒になるのを切って降りてって追っかけていく形で死体発見です。あ、でちなみにこれ1キル目が、はいはいはい、あの LG さん絶対無理なんで、もうほぼエロちゃん、僕目線エロちゃんとかが怪しいなって思っちゃった、うん、あーそっか、ゲンさんもいないから、プテさんも見た方がいいと思って、エレちゃんに入れてるの僕です。あ、そっか、プテさんも一応あんのか、うん、やさなくね。あの、LG さんのバイタル情報だから見ようか。これ何やってんの、これ動機ずれ。海事さんの情報か、クロー君だったらもう LG さんの合ってるのかな。 LG さんって左の情報を持っておきながらすぐ見つかると思わないのかなと思っちゃったけど、まあちょっと怪しかったけどね、遺言は。どうなんでしょうね。リリーさん白の場合、イロちゃんが黒だからほぼイロちゃん釣っとくと、なんかバランス、間接的にバランス出てきそうな感じがするけど。ワン
ナイス相棒ナイス、okay、はい、ちょうどいい頃合いかなと、みんなも見えたんである程度、はい、うん、さっきのボックボタン押した時に全然喋れなかったんで今話しても大丈夫ですか、うんうん、はいはい、ね、さっきの1キル目オラフ君でしたっけ、うん、やられた時に、僕カプテさんになるって話を僕の方からしたんですね、はいはいはい、でメインに、うん、2個あるよっていうのがエレジさんの情報から降りてきていたと思うんですけど、あ、はい、僕はメインに入ったばっかり でその前に、ゲンさんとすれ違ってるんですね、うん、でゲンさんは、クルメイトだったので、ここで僕がメインでやっていた場合、うん、っていうのがちょっとなんだろう、難しいなと。ゲンさんが、オラフ見てないとおかしいと思う。ごめんね。てかそもそもなんだけど、うん、エレジンさんが多分インポスターバンドになってしまったから、うん、信じる情報ではねえなって思っちゃった。あ、まあ、そうですね。あ、そっかそっか。だから、プテさんがメインでやってっていう可能性もあるので、さっき僕はプテさんを忘れないでっていう。あ、あれですね、最初のアドミン情報をもう信じてないってことですか、ね、うん、そしたら、困るのは13も怪しくなるし。うん、そうですね。あ、確かに確かに。ではなくて、ではなくて、そこは問題じゃなくて、エレジーさんが出したアドミン情報って、エレジーさんがキル取れる位置に、オラフ君は絶対いないのを僕は保証できるんですね。うんうんうん、ってことは、何が起きたっていうと、エレジーさんがあのアドミン見た情報を全部、バカ正直に言ってしまうと、あの犯人が分かってしまうわけです。そうですね、うん、だからそこで、まあ、LG さんが2映ってたところをなるべく避けていようとしていたという可能性を考えると、ミーティングも怪しい位置になると思うんですよ。そうですね、じゃあ、ミーティングには僕しかいなかったし、足音誰か聞いてくれない。いいですか、はいはいはい、もう LG さん黒確定するんだったら、僕とスナパイさんの色は成立しないから、僕ここ白で、メイヤさんができないでしょ、位置関係的に。あとアルマさんもできないんだったら、あと残りの人全員ロラーしたらいいんじゃないですかね。オラフ君は近くにいたんで。あのミーティング2って言ってたよね、確かね。いや、言ってない、言ってない。違う、一番最初に言ってたじゃん。一番最初に言ってたミーティング。それはミーティングの人に塗ろうとしてると思ってて、可能性としては足湯さんとかにいるんじゃないかなって僕は思って、うん、足湯さんを守るためのミーティングに、はいはい、入れたの。確かにね。スキップはどういうスキップなの。なんかエアシップの釣り意識がなんかようわからんのだな。釣るべき時にスキップ入れてる人多くて、ここ釣るのみたいな時にやっぱ投票してる人多いイメージがあるな。よくさっきのエリジンさんの情報だけで釣ろうってなったな。で今回は釣らないんだね。はい、まあ僕は割と先端さんに賛成かな。サンロラで、うん、うん、エレジーさん黒だったら絶対にそれで勝てる。だけど黒だったらじゃなくて、もう黒進行するんでしょ、うん、もう黒進行なんで、もうこれ負けたらしゃないっす、うん、別にでもタスクとかでもいいんじゃん。まあタスクでもいいっすけど、なんかそのなんて言うんだろう、待って、ニロ残ってると思ってる人って誰がいます。可能性があるとしたらスナパイさんがローの場合があるから、うん、まだ別に捨てきれないんじゃない、うん、まあでもそしたらあれか、ナパイさんまで殺せばいいじゃないですか。だったら。あのね、俺ミーティングでタスク終わるんだわ。うん、だから、俺このターンずっとミーティングにいます。でもそれはタスクで行くっていうことですか。タスク終わってもずっとそこにいます。いいと思いますよ。そうは。だってエレジさんの情報が嘘だったらさ、あの誰でも 俺とかもできますよ普通に。だって俺単品商工費とかだから。まあいや、じゃあ反対する人が一人でもいるから、もうタスク、まあ どっちにしても進行は一郎確定進行なんで、まあ無理に つなくてもタスクでいきましょう、うん、まあ釣るなら1個前のターンからだし、うん、待って、タスクどんぐらい進んでますか。僕は終わってます。すぐ終わります。僕はもうちょい、まだまだあります。もう左側に4つあります。うん、もうあれですね、釣らずにタスク進行で、はい、okay、まあ、キルペースも少ないで、うん、結局だからタスクをしてる選手だったら5キルしなきゃいけないんで、うん、そうっすね。まあそれも合ってます、うんうん、次のキルでまた狭まるっしょ、犯人、うん、だと思います、うん、一応言わないと思うけどな、クルだったら一応っていうのがめっちゃ引っかかっちゃうな。どうなの、うん、まあ、その代わり拡張の人は死んだらやばいんで、ね、気をつけましょう、うんうん。またカモ座いちゃったよ、このバカは。
このバッ、このバッ、このバッ。ああ。これで、レジ三四郎だったら、まあ、しゃないで、あそこへ移っちゃったのが。はいはい、エロエロちゃんが死んでます。足湯さんとラウンジですれ違い、その後ラウン、はい、プレプテハシさんとアーカイブあたりですれ違い、うん、シャワールームで、アルマくんとすれ違い、メインホールでエロちゃんとすれ違い、全員右側に行ってたんだけど、エロちゃんは見てないですね。通信を直したのは僕、そうですね、僕もそのコミュニケーションのとこまでたどり着きました、うん、足湯さんもそこにいた、うん、アルマくんはどういうルートでミーティング来た？あれ？僕は右側でし、最初メインホールで湧いてアドミン見て、うん、右側にめちゃめちゃ人が寄っていたので右側に死体確認しに行ってその後ミーティングのはしごの音がやばすぎたんでミーティングに死体確認しに行ったって感じです。あ、じゃあ僕とすれ違った後引き返したって感じ？うん、そうなんですけど、ただ実施点だともうその3人絶対白になるんで、うんうんうん、そうだね、手橋さんか周さんになるんですけど、そこ2人お互い白証明できる状態ですか？お互い白証明はできない。僕最後に、ね、そう、僕結構あの序盤はソロコードが多かって、最後にコミュニケーションをな、最後メアさんを見たのが最後かな。メアさんあったじゃん、あのシャワーあたりで。あ、じゃあ米サボどっちが後に来ました？足湯さんの方が後に来た。順番的には足湯さんとすれ違い、プテさんとすれ違い、アルマとすれ違い、エロちゃんだから、はい、エロちゃんはどこ行ってるのかわかんねえな。でも経路的には足湯さんがエロちゃん見てないっていうのが見てないですね。僕は足湯さんに入れます、はい、スキップしないですか？ちょっと待って、これあこれプテさんやったらやばないですか？やばいってどういうことですか？タスク進行やのに、僕もタスあのこれでもう一回ちょっと気になっちゃったのはペースが上がっちゃうので、さっきさ、エロ足湯プテみたいになってなかった？サンローラなんかそこで足湯さんエロちゃん殺すのかなって思っちゃって。うん、まあそもそも見てないんで。タスク終わってない人は、はい、足湯まだ終わってないです。終わった。Oh my god. すいませんでした。ごめん、プテハシさん。勝ったと思った。勝ちましたね、これ。よく勝ちましたね。足湯プテハシ？はい、そうなんですよ。よく勝ちましたね。タック早かったな。早いよ。霊界ではもう、はい、あ、負けたって言ってエレジンさんがすごい謝ってて。いやー、すいません。マジか。今のターンでなんとか言ってると思ったのに。なんかやらかした俺がかばってたから、逆に足湯さんが黒くなるみたいな変な感じだって。エレクトリカルキルは誰？僕です。プテハシさんです。今のキル全部プテハシさんです。どういうこと？よかった。そもそもプテハシさんの容疑荒らせてないと思うんで。あ、なんか米サボ向かってたしか言ってなかったです。うん、だから、なんか証明もないし、あのエレクトリカルに入って僕誰もゲンさんしかいなかったと思って誰も見えてなかったんですよ。うん、でゲンさんを
エレクトリカル上がるところのはしごの前ぐらいで切って1秒後ぐらいにレポート減算されて、ああ死んじゃったわって思ったら、はい、ハテナしか言われなかったから、はい、いいわと思って。ちょうどだから田谷さんがセキュリティでしたっけ？セキュリティ方面に多分。ああ僕そうそうそう、セキュリティの方に、セキュリティ方面に抜けた時に壁の限りなり、スタパイさんが下から来られて見つけたというルートだったので、まあ見えないのはしょうがないんですけど、これでエレジーさんに行くのはびっくりしました。俺はなんか普通、いや申し訳ねえ、いや俺助けして、マジで申し訳ない、俺が悪くて、ごめんなさい、ちょっと僕次おとなしくしてますわ。いやでもこれはね、これはご実行だな、出たな、びっくりしちゃったんだけど、僕の全票入ってて、エレジーさんに、いやなんか、いやさすがにね、確かにね、あの後からやった、俺やってたっけって確認したら、みんなやってたって言ったから、俺が助けてなかった、忘れてたわと思ってごめんなさい。なんか嘘ついてるって二人がかりで言ってたから、うん、いやいやでもツナパイさんが言ってたその犯人と LG さんがすれ違ってるっていう話も僕的にはすごいわかるから、納得はしちゃいましたよね、有事でっていう話も。ツナパイさんしかないと思ってたから、うん、エレクトリカルから、じゃ あのメインから降りてきてやったんでしたっけ、まあクラさん、はい、どうやってやったんでしょうか。俺はメインから、シャワーからメイン行って、メインで降りて、で俺もゲスト、はい、そうそう、降りたタイミングでコミサボを鳴らして、そのアドミンとか診察室とか、うん、見せないようにして、でそこにいた人を殺そうと思ってたら、ゲンさんがたまたまいたから、うん、殺して、俺はもうコミサボを来た段階で多分ゲンさんよりちょっと前にいて、で俺はもうあのキッチン側にセキュリティ側から抜けてたから、なるほどね。あ、なんかあれなと思って。そうだ、なんか普通に。じゃあエレジさんが抜けたと僕が入って、たまたまゲンさん殺して誰にも見られなかったっていう。そんな感じ。すごいな。いや申し訳ねえ。ごめんなさいマジで。これはね、俺がやりました、ごめんなさい。ちょっとまあ後出しなんであれですけど、エレジさんって結構すれ違ってますよね。神殿図方向に行った人を知ってるのにわざわざ、ね。そう、4人ぐらいの知ってるんで。殺すわけないから。あ、それでもよかったか、確かに。そういやごめん、僕が言えば私、いやまさかあんな入ると思わなくて、そう忘れてたの誤って、ちょっと4人いたからそこでやるのちょっとあれじゃないっていうふうに言えば、そうそうそうだし、うん、情報持ってない人が切り捨てるっぽいから、神殿図に3人も行ってるだったら、うん、うんうん、もうあれだね、ちびゆくんが泣いてるときはしゆさん絶対ついた方がいいね。ガチガチ、それはガチ、あのセンタンさんしか残りボタンなかったから、次のターンで2キル取って勝ちや思ってたら、あんまりにもタスク早くてやったよ、ね、うん、いやプテアスさんがだいぶ暴れてくれてたんで潜伏しようと思って、途中であの僕にも疑いかかっちゃったんで、よっしゃじゃあセンタンさんかスナパイさん探そうと思ったんですけど、絶対これミーティングのところでスナパイさんはしご上下やってるからセンタンさん探すしかないみたいな感じで、センタンさんも見つけれなかった。6人番目になって、てかその前に俺、ゲンさんとか俺は普通に国に謝りまくってて、で、あの、6人番目で、これなんか2人釣れそうじゃないと思ってたら、釣られなかったから終わったと思ったら、そう、ね、LG さんは釣るのに、うん、他の人釣らない進行はなんかよくわからなかったな。あの、うん、なんだっけ、あの、宮さんが止めた時か。でもあれって LG さんで一郎連れてる前提の話の進行だったから、うん、逆にあそこでね、違う一つ、エロちゃんとか、違う人つっちゃってたら負けてたんじゃないですか。多分6人一郎になったから様子見しようって感じで、あれあそこはつながったんですけど、うん、二郎のホテルに乗ってたらさすがにつったと思うけど、二郎のホテルで確かに確かに、うん、LG さん黒の決め打ち進行ですよね。あ、そうですよね、 だって思うんで、うん、だからあそこつらないわ。そうだから結局決め打ち進行してしまっていたから、タスクでっていう話でした、ね、そうそうそう、うん、ただ釣り順間違えたら負けてるからね、なんとも言えないナイスタスク。いやあ、ありがとうございました。あーでもプテアスさんマジキルうまかった。ね、そのスキルだね。今回はいい感じでしたね。うん。ホラス君もなんかあんまりバレなかったから。あー、あのキル良かったですね。鉄拳お願いします。あ、ありがとうございます。ナイスキルでした。富谷さんか。うん、ナイスキルだね。できた。いやうまかったな。よかった。タスク終わらしてよかった。最後僕だけだった。多分ダウンロードで終わった。あーなるほど。ナイスタスクで。いやすまんかった、うん、いや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 、うん、僕とか目線はねかなりね、エロちゃんと僕目線もかなりスナパイさんの言ってることは正しいと思ってたから、うん、後からプテさんの表現が出てきてもね、エレジーさん釣ったと思うんだな、うん、僕が白目に言えるとしたら、そのさっきセンターさんにいっぱい人いたのと、あとあのわざわざコミサボなしてバイトル側に行ってコミサボ側に来るのにそこでやるっていうぐらいしかなかったですよ多分。うーん、まあ、でも多分5ぐらいに行ったと思うけど、結構キルはうまかったなって、うん、うまかったです。そうっすね、ありがとうございます。